はい、こんにちは。ですね、この、ソフトを買ったんですけども、ビデオモンスターというソフトです。で、このソフトはですね、ビデオの画質を上げることができる。そうですね、例えば DV で撮ったやつを HD とか 4K にしてくれるらしいんですけど、過去に撮った作品が結構あって、それがね、もう DV 画質なので、ちょっと綺麗にしてね、せめて HDV ぐらいの画質にして、もう一度 YouTube にアップし直そうと思って買ったんですけども、で、まあこれでね、これをネットで見つけたときは、あれですよ。もうじゃあ今までそんなね、もう DV で撮ったやつがこんな綺麗にできるんだったら、もう DV のカメラを買って、それで撮影して、後で HDV とか 4K にすればいいんじゃないのっていうふうに考えてたんですよね。で、実際にですね、これを買ってしまった後に、まあ、どれぐらいの、効果があるのかって、ちょっと検索したらですね、YouTube で実際使ってる方がいまして、なんかその方が使ってると逆に画質が落ちてるっていう、もうほとんど、期待できないだろうっていうことで、ちょっとがっかりしたんですけども、ただ、その方はね、あれなんですよ。解像度を上げるのだけじゃなくて、いろんな手ブレ補正とか、ノイズ除去とかいろんなものをかけてたんで、おそらく手ブレ補正やるとかなり画質が落ちちゃうと思うのが普通常識だと思うんですけど、それをやらなかったらどれぐらいね、もう単純に画質アップだけの、処理をしたらどれぐらい綺麗になるのかっていうのをちょっと検証していきたいと思います。ただもう、事前ね、他の動画を見て、もう多分あんまり使えないんじゃないのかっていうふうに言ってる人がいたので、まあ、あんまり過剰な期待はしてないんですけども、とりあえず、まあ、せっかく買ったのでやってみたいと思います。はい。はい。ですね、では、実際かけてみたら検証結果を発表したいと思います。今これ映ってる画像がですね、映像なんですけども、映像とか、ムービーなんですけども、ムービーを静止してるんですけども、これが320、240なんですよね。で、それをかけてみたんですよ。まあ、これちょっと一回見ていただいて、なんか画像、これ元々悪いんで、私はマリン。宇宙からやってきたマリン魔族の最後の生き残りだ。化け物の日本語。君の脳に直接話しかけている。はい。で、これをね、かけたんですよね。で、こんな感じかな。高画質に、かけて、あ、これじゃない。これじゃない。すいません。間違えた。こっちか。これをやってみてですね、なんか逆に落ちてるんじゃないかなって気がしたんですよね。あ、これは違うな。あとこれも検証してみたんですよ。これ今、元の映像がですね、これが、あれですね、普通のスタンダードをかけてみて、これなんですけども、もう、これを見たときに、ああ、これなんで、スタンダードのこのアンチエリアス、アンチエリアス、アンチエリアスじゃない、インターレース、プログレッシブをしてインターレースがこう、ギザギザが出ちゃってるんですよね。なんで、高解像度で HDV 化したようにこれは出てるんだろうだっていうことで、ああ、これはもう、全く使えないなと。一回解除して、他のソフトで解除して、上げて、あ、解除じゃない、一回他のソフトで拡大してあげてから、ソフトっていうか、動画編集ソフトで、プレミアとか、ファイナルカットとか、ああいうもので拡大してやってから直さない、やんないと、これ出ちゃうんだなと思ってね。あ、このソフトはね、もう本当に基本的に使えないや。全然高画質にはなってないやって思ったんですね。で、だから、もう、検証その後も、もう、しますって言った映像を撮ったけども、もういいやと思って、このソフトには触れないようにしようと思って放置してたんですよ。でもね、まあ、
まあでも高画質っていうことを歌ってる以上は全く効果がないってことはないだろうと思ってですね、アニメーションのソフトをですね、でちょっとね、320、240でレンダリングしてみたんですよ。でそれをどうかなと変えてみようと思って、これがあれかな、今これは、DV ですね。DV 画質、720/480 ですね。で、これが、320/240 のレンダリングですね。ぼやーっとしてるんですよね。で、これをかけたらどうなるだろうって、何もしないでハイビジョン化したんですよ。したのがこれですね。やっぱり、ね、ぼやーっとしてるんですけど、で、そのね、320/240 のやつを、HDV 化したものがこれなんですけど、肉眼ではわからない、肉眼じゃねえ、カメラを通してみるとあんまりわかんないかもしれないですけど、まあ肉眼で見るとかなりではないですね、綺麗になってますね。ただ綺麗になってるって言ってもシャープになってる、多分これは今やる人工知能 AI の、高画質化っていうのは多分全く違って、なんていうかね、フォトショップとかアフターエフェクトとかについてるシャープ、一段階シャープにした、シャープっていうところを押すとこうなるんですよ。こんな感じの画質になるんですよ。だからシャープにはなってますね。だからアンチリアスをかけてシャープにしてるっていう感じだと思います。でシャープにすると何が起こるかっていうところ、このね、逆にこのドットのギザギザのね、このね、ギザギザがちょっと鮮明になっちゃってね、それが見えてくるっていうのね、それが良くないんですけども、それが起こってるので、ただ本当にアンチリアスをかけてそれをまたシャープに、一段階シャープにしてるっていうことだと思いますね。まあだからまあ大した効果はないとは思うんですけども、だからこれぐらいだったらね、まあ何にもやらないよりはちょっとやった方がいい場合もある、映像によってはいい場合もある。でこれぐらいの映像320/240のやつをかけた時だったら、若干まあ私の印象としてはこれかけてないやつですね、かけた方がやっぱ綺麗になって見やすいかなって気はします。うん、まあどうですかね、まあやらないよりはいいかもしれないですね。ただその辺に関してはもう映像にもよると思うので、個人の判断で、そのやってみてこれはいけるなと思ったらそれでいいかなと思います。ただAI による高画質化みたいなものと足りないものを補ってきれいにしてくれるっていうのとは全然違いますね。やっぱシャープになってもギザギザがちょっとこういうところのね、あれがドットがねみたいなのがちょっと見えてますね、元のね拡大された。はい、そんな感じです。はい、ただこのソフトね、すごく簡単に画像変換ができるんですよ。すごく簡単に画像のね、変換ができるんですよ。こう開いてね、ファイルを追加。で、こっからね、こう、かなり、まあ、いろんな風にね、変換ができるんで、
それ簡単です、すごく。だからそういう面ではね、いいかなと思います。値段もだから3000円とか、3000円するか、3500円とか、それぐらいなんで、まあ、高画質化する、ね、思ってるような効果で、こんな安い金額で高画質化できるのと思ってるような人は逆に高くするかもしれないですけど、変換ソフトに使う、変換用に使うっていうんだったら、いいかなと思います。いいかなってか楽かなと思います。だから、高画質化は別にそんなに期待しない方がいいと思いますね。はい。ということで、検証結果でした。はい。まあね。じゃあ、そういうことになりますので、まあ、参考にしていただければと思います。はい、どうもご視聴ありがとうございました。